今泉さんに来ていただきました。ありがとうございます。お肉が大好きだって聞いたんで。大好きです。あー、助けてー。いただきまーす。緊張もすごいしますし、私は稽古の段階で何回か逃げました。もう毎日泣いてました。ありがとうございました。水平線見てたら癒される。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと何が何すかその挨拶。癒されるでしょ。癒されるとかじゃない。同じアイドルのに変な挨拶できへんでしょ。ギリギリでしょ。これでこれ以上つくのはやっぱ言えないですから、リアクション取りにくいです。困っちゃうんで、そうですね、やっぱり水平線見てたら癒されるってことで、はい、ということで今日もですね、先週1週間後に出てると思うんですけど、引き続き今泉さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お肉が大好きだって聞いたんで。大好きです。一番好きなのはお肉ですか。お肉です。どのぐらい好きなんですか。多い時で週に4ぐらいで、多い時週に4、それめっちゃ好きですね、はい、もうなんかいろいろ例えたいねんけど太るからもうおとなしくしてるんで今日僕めっちゃおもんないですけど、ご了承いただければと思います。この絵面だけでもちょっとヤバいですよね。なんかそうなんですよ、はい、でもいろいろ僕もそれってっていう例えしたいんですけど、はい、どうしてもちょっと危ないというかリミッターがかかっちゃうというか。そうですね、気にしないでください。こっちなんで、はい、嫌われてない。もう嫌われてない。まあ、早ない嫌われて。早いですね。早ないですか。全くですよ。大丈夫ですか。ということで、今回は、まあ、20歳になられたということもありますので、はい、前回ちょっとお酒プレゼントさせていただいて、ドッキリしたりなんかして、で、今回は、お肉、大好きなお肉を、ご馳走しようかなと思いまして、今はもう、卒業されて、はい。いろいろ活動が今後いろいろあると思うんで、目標とか、なんかそういうのいろいろ聞ければなと思って、はい、まあ、散々聞かれてるんで、お前もかよってなってると思うんですけど、僕もなんですよ。はい。同じこと聞きますよ。雑誌社のことと同じこと聞きます。同じこと答えてもらえば、テンプレがありますよ、テンプレが。テンプレよ。嘘。テンプレですね。テンプレがありますよね。テンプレがもう決まった答えがね。あ、でもなんか一個言ったら結構忘れちゃうんですよ。ああ、ちょっとそのまま一個やめてもらっていいですか。一旦僕はテンプレあるって否定してもらいたいんですよ。一個言ったのも忘れちゃう。あ、なるほど。じゃあ新しい答えが聞けるんじゃないかなということで、はい、いろいろ根掘り葉掘り、まあ、お肉食べてもらいながら喜んでもらって、ちょっといろいろ聞けねえかなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速注文していきましょう。注文せんけど、肉来へんねんけど。はい、もちろんです。お好きな部位は何ですか。部位ですか、はい、いやでも本当に選べないぐらい全部好きなんですよ。でもタンもすごい好きで。タン好きですか。でも赤身も好きなんですよ。赤身も好き、全部好きなんですよ結局。はい、誰でもいいって感じですか。いや、誰でもよくはないんですよ。オッケー、すごい。世界一長いタンっていうのがあります。これ結構有名です。あともシンデレラ寿司みたいなのもあったりとか。で、赤身が好きということであれば、あ、もうじゃあ呼びましょうか。感じます。すごーい。いや、もう全然。僕がすごいわけじゃないんです。感じが。あ、お願いします。世界一長い九条タンとシンデレラ寿司とカルビーは別にですか。じゃあカルビー、あと玉手箱みたいなやつ。あと何が人気でしたっけ。トラミスジって何ですか、これ。人気なんですか。トラがミスジのステーキを加えてるっていう。おー。そのままなんですけど。すごーい。全く響いてないんですけど、いいですか、それで。食べたいです。じゃあ、トラミスジ。トラミスジ。飲み物はお茶かなんかいいですか。はい。はい、じゃあ、ウーロン茶2つ。定番のエンペラー、お野菜は食べますか。ガチ食いで大丈夫。ちなみにこれ、もう本当気にしないでください。食べながら、もぐもぐしながら、半分蒸し、な感じで大丈夫ですか。はい。はい。ウニ牛、ユッケも食べます。ユッケ大好きです。じゃあユッケ、あ、そうか、全部好きやもんな。トリュフユッケで大丈夫です。トリュフユッケで、はい。野菜は食べないですか、じゃあ。野菜も好きなんですけど、お肉が一番好きです。じゃあ一旦野菜もやめていきましょうか。ややこしいですもんね。一旦じゃあそれでいきましょうか。ややこしい。ややこしいですね。いると思います。あ、じゃあキムチ、サンチュはいりますか。サンチュは大丈夫です。あ、大丈夫です、ね、はい、だいたい好み分かってきました今ので。だいたい分かってきました今ので。はい、OK、じゃあ以上でお願いします。うわー、はい、結構ここは演出級ですから、はい、演出がとにかくすごいんですよね。ドライアイスで、はい、興味ない。あんまり興味ない。いや、めちゃくちゃ興味あります。あ、本当ですか、はい、じゃあもう早速いろいろ質問していってもいいですか、はい、まずは卒業おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ところでね、今から大変忙しい、燃えてるけど大丈夫。ジリジリ言ってんだけど、オープン前に変えてるから、これ絶対変えんさと思うで、これ大丈夫大丈夫。今からいろいろ活動されると思うんですけど、今で具体的に動いてるところっていうのは、さっきもちらっと聞いたんですけど、舞台とか、はい、そうなんですよ。でも配信する頃に舞台も終わってるかもしれない。終わってますね。ちょうど終わったぐらいです。あ、そうなんですか。どういうことなんですか。熱海殺人事件っていう。シェイクスピアじゃないんですね。めっちゃ滑るんすよ。いや、社長が出んない。タッチを受けてんの。いや、ここで滑ってた意味ですから。俺、スタッフさんとか抑えるから。周りから固めていきたい。申し訳ないです。僕は今でしか抑えてないんで、社長抑えてますんで。社長に喋りかけてるんで、僕は。はい、だけ勘違いしないでください。わかります。逆に言っとくわ。
あ、熱海殺人事件。熱海ってもう東京が1時間で行けるところで、僕も泊まりに行ったりしますよ。あ、そうなんですか。まあ、プライベート旅行行くときはもう1時間で行けるところでもそこしかないんで、家からドアドアでも1時間で行きます。へぇ、はい、熱海はそうですよね。はい、熱海とか行かれないんですか。温泉とか旅行とか。でも年末年始は熱海に絶対行きますね。はい、はい、行ってねえやん。まさか今のリアクション行ってるやん。確かに違うんですよ、はい、電車とかっていうより父が運転してくれるので。ああ、ご家族のお父様が、はい、いいな。最初のやつ恥ずかしすぎません。下りなんか知ったかで、俺あたり行ってんの。下り1時間で行きますよみたいな。言ってくれないと。ちょっと性格悪くないですか。後で山返すときにそこでちょっと気持ちよくなったりして、後で返すねん、甘いな、返すねんなって、もそっから気持ちよくなってるから、ちょっと性格悪いですよ。言ってくれないと、そんな大人なんですよ。ちょっと考えてくださいよ。スライダーで僕も有名なんですけど、聞いとこうと思って。なるほどね。もう常連やん、もうやりにくいな。まず知られてるんですか。はい、熱海に。はい、そうですか。海外とかも行ったりもするんですか。海外は全く行かないですね。よく行かれるんですか。いや、僕も撮影以外では行かないです。全然旅行はもう行かないですね。海外ってどこが一番楽しかったですか、お仕事で。一番良かったのは、遊べるのも半分なんですけど、ラスベガスはやっぱり、LA もすぐ行けるし、グランドキャニオンもすぐ行けるし、まあ、なのでラスベガスあるし、で、カジノ。21歳からなんで、まだできないんですけど、そうなんですね。はい、21歳ですね。そうです。帰国子女でアメリカにずっといるんですか。帰国子女というか、まあ、5年ですね、アメリカに。すごい。こいつハーフなんですよ。ハーフじゃないっすよ。嘘。でも本当に英語がベラベラで、うん、マネージャー A と B の、本来なんで B なんですけど、うん、A ができへんすぎるからもう A になったって。ちょっとややこしいですけど、今週から来週もシンガポールに撮影。シンガポールってでも遠いですよね。はい、遠いですね。ただまあそのカジノの撮影というか、まあ、ギャンブルやってみたとか、まあ、スイートルームみたいなそういう動画のネタだと思うんですけど、こちらになんですけど、はい、今泉さんって本当に SNS 見てもそうですけど、影響力がとんでもないじゃないですか。その中でやっぱりそこまでなれなかったすごい努力とかあると思うんですけど、そもそもマインドとして楽しく仕事やってるとか楽しんでやるのが一番いいって言ったじゃないですか。はい、アイドルやろうと思ったきっかけ、そもそも何なんですか。きっかけは4歳の時にモーニング娘。さんの世代というか、はい、CD 買ったりとかもしてましたし、テレビ番組いつつけてもモーニング娘。さんが出て、それは見過ぎでしょ。テレビ壊れてない。出てます。ただのテレビです。ああ、来ました来ました来ました。はい、これは見てるということで、見てくださいね。すごい。これがですね、食前に飲むスープみたいなやつで、軟骨みたいなやつを入れるんですよ。これを入れて溶かして、これを入れて溶かして混ぜて飲むみたいなスープみたいな。溶かして。それコラーゲンですね。軟骨じゃない。軟骨。え、これ溶けるんですか。溶けます。それを飲んでいただくっていう。いや、もうこんな喜んでもらうの嬉しいわ、ほんまに。すごい。こんなことないで。ちょろちょろな。ちょろいな。あ、ちょっと。いや、もう今日お会いしたらもう二度と会えないんですか。おいおいおい、何や今のその感じ。なんかバックバックしてるけど、何今の感じ。大人もしかして二十歳なんて生きてる大人。いやいやいや、撮影とかお仕事でそんなもう恐れ多いですから。本当に僕普段お世辞言って適当にあしらうんですけど、タレント、はい、でも今回は本当です。これもう嘘じゃないです。もうそれはね、それはちょっとね、まあ触れないっていう、一応、はい、触るなって言われてるんで、ボディーガードに触るなって言われてる。そうなんですか。ボコボコするって言われてるんで、触った瞬間に。これがタンですか。これタンです。これもう散々僕らの YouTube の動画でも散々出てるんですけど、タンをこう横にしてるんで長いということで、長さが実際このぐらいあるじゃないですか。タンって縦にこう、はい、横にしてるんで長い。世界一長いって嘘ついてます。別にというわけじゃない。すごい。そもそもタンの長さやっけっていうだけなんで嘘ついてます。すごい。どんどん食べてください。僕もこの感じなんで全然あれですから気ぃつかないで、もうどんどん食べれないんですか。いや、食べます。食べますけど、別に病気じゃないんで僕食べますけど。すいません、ありがとうございます。え、これ食べてみていいですか。あ、ぜひお願いします。いただきます。もうでも、え、これつけていいんですか。はい、業界にいらっしゃるととは言っても結構食べられるでしょ、いろいろ。確かに。美味しいですか。なるわ。になる。俺映すな、比較で。俺映すな。横のブス映すな、俺で比較で。ダメよ、お前。ありがとうございます。喜んでいただいてよかったです。すごい美味しいです。常連になりたい。結構食べれるんですか。朝食な方ですか。めっちゃ食べれる。1日に2キロ増やせるんですよ。え、フルファイター。フルファイターですか。キャスティング間違ってない。ジョインズさんですよ。そうなんです。1日に2キロ増やせるんですか。はい。それは本当にすごいですね。冗談で。2キロいけるんですよ。アイドルになったきっかけ、なんでどこ行った。世界で長いタンが来たかって、長いと思うんだけど、アイドルになったきっかけって何なんですか。そうなんです。ちょうど幼稚園ぐらいの時に、周りの女の子とかもモーニング娘。すごい大好きで、何つけても見てる。 DVD というかそういうのいろいろ見てて、それでなんか私も人前で歌って踊る仕事がしたいなと思ったのがきっかけで。でも4歳だとオーディション受けられないんですよ。4歳そういう時代なんですね。12歳からじゃないと受けられなくて。あ、そういうもんなんですか。はい、それまで待ちました。だから待って、12歳になってから
れたんですか。12歳になってからいろんなアイドルさんのオーディションバーって受けて。あ、でも4歳からでももうずっと潜在的なそれ言われてすごい。そうですね、4歳からそんな目標見てた人モーツァルトぐらいですよね、そんなの。すごいですね、モーツァルトでね、3歳でね、学生会になって言ってますけど。初めてハマって、ね、初めてハマってるんじゃないですか、今の。ちょっとずつハマってきて俺社長見てるから、俺社長見てるから社長さんも笑ってましたけど社長さんも笑ってましたけど、アドリブ曲来ました。どういう演出なんですかね、山がなんかよくわかんないですけど、これ綺麗ですね。コメントめっちゃ滑ってますよ。めっちゃ滑ってますよ。いただきます。うん、横で見てても僕も美味しいです。味が伝わってきます。めちゃくちゃ美味しい。あ、良かったです。パンでトロロみたいなやつに味がついてるんですよ。すごい美味しいですね。そのままいく、普通新しいやつ、普通はレモンとかいくんですけど。そうですよね、はい。イメージほんまはここ何年か来てるとかって落ちないですよね。熱海みたいなことないですよね。毎週は作ってるじゃないですか。転がされてる手の上で。僕転がされてないですから大丈夫ですか。能力高すぎるから転がされてるのかな。初めて来ました。あ、よかったです。焼肉はもうたくさん知ってるんで、もう全然行っていただければ、予約だけは僕どんどん取っとくんで。一緒に行ってくださいよ。うわ、今聞きました。僕のこと押さないでください。間違っても押さないでください。プライベートで会いません。大丈夫です、会いません。あ、それでオーディションを受けられて、その頃にじゃ あ, あのグループがあったってことですか。いや、グループができたのは2015年とか16年なので、しばらくは全然 4,5 年ぐらいは全く受からなくて。そうなんですか、はい。それでもずっと学校学業やりながら。そうですね、専門学校に行ったり。え、何の専門にいたんですか。音楽の専門学校に行って。え、歌とかじゃあすごい。いや、上手ではないんですけど。うまいのは分かってるんですけど。そうですよ。いや、それ俺今失敗したもん。失敗してます。歌手やもん。そうです。アイドルって言ってたから、はい。でも作詞作曲とかそういうのをできる学校だったので。ちょっとそういうのもできるんですか。そうですね。結構マルチですよね。本当ですか。そういうのマルチって言うでしょ。本当ですかの外資が困りましたけど。マルチですよね。あ、すごいっすね。じゃあそういうの作ってできるし、卒業して今はまあ舞台やったり。そうですね。わけが YouTuber 呼ばれたり。いや、本当に二言返事では全然いいですよって言ってくださって、本当にありがとうございますってことで、面白いじゃないですか。本当にありがとうございます。いやいや、さっき出てもらえるとね、もっとまともな質問ない。台本どこ。あ、なんか来ました。浦島太郎の玉手箱でございます。うわで、こちらですね、中がお肉ではなくて岩塩プレートというお塩のプレートでございます。こちらのプレート今から網の上で温めまして、その上でお肉を焼くもの。僕はこれ毎回ね、開けた時にね、あ、わかりますよ、それ言っちゃう。肉じゃないんかってなってるでしょ。僕は毎回言ってるんですよ、中に肉入れた方がいいって言ってるんですけど、開けても岩塩なんて入ってるわ。お肉の方はですね、後ほどハラミをお持ちいたします。ちょっと怒ってみよ。店員ちょっと怒ってみよ。岩塩で焼くの一番最初に考えたひろみさんとかも。へぇー、いや、わかんないです。いや、わかんない、業界では詳しいな。いや、全然わかんない。そうなんですか。いや、そうです。で、今舞台ってことは、お芝居ってことですね。はい、それはどうなんですか、得意なんですか。自分がやりたいっていうか、やってみてどうなんですか。僕らもやったことないっていうか、もう一発本番でしょ、舞台って。そうですね、大変じゃないですか。緊張とか半端じゃないでしょ。緊張もすごいしますし、私は稽古の段階で何回か逃げました。そんなに。バックレやん、ヤンキー。逃げたってでもちゃんと行くんですけど。あ、なんだよなんだよ。もう休憩ですってなった瞬間に外行ったりとか。プレッシャーが半端ない。それ普通のサラリーマンが、いや、そんな仕事やったらって例え出ないようなプレッシャーでしょ。まあそうですよ、プレッシャーそんなんじゃないでしょ。もう毎日泣いてました。すごいよ。そういうことね。なんかやっぱり熱海殺人事件っていう舞台には、はいはい、ノンスタイル西田さんだったりとか。ノンスタイル西田さんご存じ上げてますよ。はい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 、だったりとか、もうこの作品に3回出られてる舞台俳優さんだったりとか。結構なね、方が。そうなんですよね、アーティストさんも出られてるんですけど。あ、そうなんですね。最初はなんか一緒に2人で頑張ろうねみたいな感じで言ってたんですけど、その人がどんどん上に行っちゃうから。え、上に行くってどういうことですか。なんかもうどんどん成長っていうか、もう有名になるってことですか。いや、お芝居が。お芝居が。でもなんか女優目指してるとかそういうのあったりするんですか。そうですね。あ、やっぱそうなんですか。お芝居がやりたくて卒業したんですけど。女優絶対向いてるでしょ。自分女優顔や。女優向いてるでしょ。なんだ言い方。女優顔や。雑で。向いてると思いますよ。本当ですか。レベル高すぎ。芸能界のみんなこんなんなんていう。こちらがですね、ガラスのシンデレラ。いやー、助けてー。これと同じ LED、 僕のランボルギーニについてます。これと同じやつ。すごい。
大人にしかはまらないですね。でも女優、じゃあ次の目標は卒業されてからもう女優。そうですね、今はやっぱり元欅坂46の今泉ゆいっていうのがやっぱり結構強くて、まあ、その肩書きが取れるように。逆にそこに頼れへんっていうのもすごくない？今の発言全部捨てちゃうんですか？はい、そこまでいけるように。かっこいい。でもかっこいいですね。それ捨ててそこじゃない前に見ていきたいんだな。そうですね、名前変えたら。名前変えたらいいんですか？ごめん謝ってください。ちゃんと謝ってください。かっこいいな、で女優としていくみたいな。そうですね。目標にされてる女優さんとかそういうのいらっしゃるんですか？北川景子さんです。ああ、いろんな役やられてるので。そうか、いろんな方面の役がたまってますよね、はい、怖いだけでもないし可愛いだけでもないし、はい、それこそまるか、はい、尊敬してる、崇拝してるけど、お会いされたことあるんですか？ないです。え、そんな芸能界じゃなくてないもんなんですか？会えないんですか？ないですね。そうなんだ。でも一番会いたいでしょ。あ、じゃあ実は今日変なふりしてごめん。じゃあ北川景子になったらキャーってなる。それこそ選手のドッキリの客みたいになる。はい、そんなやるんだ、はい、一番あってみたい、はい、目標にされてるんですね、はい、じゃあもうこれからも舞台もそうですけど、女優業でもドラマだったりね、いろいろあるじゃないですか、はい、なんか今度予定あるんですか？いや、今のところは、まあ、発表もできる的にはいろいろありますもんね。そうですね、大人の事情が。あ、それとあれですよね、一応なんか宣伝みたいになるんですけど、はい、明日29日の21時から告知されてたやつが配信されると、はい、この間告知されたんですけど、21日でいいんでしたっけ？ツイッターで告知されてたやつが、はい、17。はいしか言わん、だいぶ大根そんなだよ。21時から、はい、17、はい、すごいじゃないですか。見ますよ、すごくいいことになるんじゃないですか。これ見てる方とかも多分すごいことになるんですか？初めてなんですよ。すごいいいことになると思います。本当ですか？はい、僕もそれ見ますよ。僕もマネージャーも見ますから、一緒にこれもどんどん応援しますよ。それそうっすよ、はい、その中で一番課金してやろうかな。こちらがですね、エンペラーブリアンです。あ、エンペラーブリアン来た、すごい。これあのこちらのお肉が松阪市のこちらのお肉です。そうなんですよ。こんな、ね、聞いても分からせてない。毎回されるんですよ。車も絶対分かってないですよ。いいでしょ、そんな嫌いけど、嫌いでも絶対嫌いでますよ。俺にハマってない。 YouTube 大好きなんですけど、僕にだけハマってないんですよ。 YouTube 大好きなんですよ、この子。僕にだけハマってない。演出がね、これはいい演出なんですよ。全の方をかけさせていただきます。失礼いたします。うわ、そんなにかけていいんですか？そうなんですよ。食べれなくなる。もったいない、もったいない。食べれなくなる。こういう、はい、これは一応このお店の中で一番高級なシャトーブリアンのそのさらにいいブリを使ってるっていう。すごい、乗ってますよ。エンペラーっていう、うん、これ効果音でごまかしてる。俺らのリアクション薄すぎる。出すぎてて。確かに今言ってるのに丸投げしてもらった。すごい。そうなんです。これあとまあ焼いてもらえるんで、映えですから、これ写真撮った方がいいじゃないですか。いいんですか？あ、めっちゃ持ってもらった。やりました。あ、でも綺麗。メイクさん入ってもらったらやってください。ちょっとすいません、いいですか？ここはね、何食っても美味しいんですよ。まあ、いろいろあるんですよ、本当に。あと、もう二十歳ということで、お酒が結構種類がここあるんで、そういう楽しみ方ができるんですよ。お肉やっぱりワインとの一緒だと、やっぱりどっちも引き立てて美味しいですし、赤ワインの方が体にすごいいいですから。最近だと本当にニュースを見てみたら、一日一杯の方が体に。ちょっとしか飲まないんですか？その9月に誕生日迎えられてからは。一時期は結構飲んでたんですけど、急にパタッと止まりました。まあ最初二十歳になったからちょっと試しで飲んだけど、はい、もともとじゃ好きじゃないって。あんまり。そうなんですか。二十歳迎えてから一人暮らしを始めて。え、今一人暮らしなんですか？そうなんですよ。え、危なくないですか、この二十歳で。いや、全然大丈夫です。え、その熱海に一緒に連れてってくるお父さん心配しません？いや、全然。でもたまに休日とかは顔出してもしないじゃないと危ないでしょう。すごいところ住んでるんでしょうけど、いい意味で席地のね。一人暮らしして成人式終わったぐらいからやっぱり友達とかも会わなくなっちゃったので、それ終わってから全然お酒飲まなくなりました。とりあえずショットでテキーラっていう人ではないんですね。はい。あ、じゃあ大丈夫です。大好きなんですよ。あ、そうなんですか。でもなんか今の二十歳の人って結構そういう人ですよね。パリピが苦手なんですよ。あ、結構僕苦手で、ね、友達とかは一気飲みする人です。あー、友達苦手かも俺。今泉は友達苦手かも。もう箸止まってんの。気使ってるんですよ、絶対。いただきます。そんな喜んでいただいて、本当にこんなに喜んでもらえることなくないですか？そうですね。いやー、ありがたいですね。ありがたいです。
リアクション困んないけど、そのリアクションにリアクション困んないけど、まあまあまあ、いや今日本当にありがとうございました。もういろいろ聞きたかったんで、まあ、何年アイドルやってたんかで、今女優目指してます、まあ、明日ライブ配信しますよということで、週末どこ行くみたいな、ちょっと最後に聞いていいですか。何やってるんかなっていう、だからちょっとまだ口に入ってるんで、ちょっともうちょっと間を、ああごめん、まあ、せっかちごめんなさい、そうそうっす、ごりごりじゃあ最後ゆっくりで、週末ですか。喋るんだ。待ってたけど。使っちゃうよ。さすがっす。お休みの日ですよね。ジムに行ったりとか。えらい。何なんですかね、その努力は。これやっぱり目指せるものがあるんですか。なんかいつそういう撮影とかで露出のあるものがあっても大丈夫なように。しておこうとは思って。すごいっすね、それマグロ釣りのね、漁船の漁師と同じ発想ですよ。明日の釣りのね、事前準備するっていうことですよ。でもすごいむくみやすいんですよ。だから定期的にやっぱりマッサージとかに行かないといい状態はキープできない。そうなんだ、すごいっす、努力しますよね、うん、いつ見せるかわからんためにずっと鍛え上げてるって、オーガと同じ発想っすよ。発想オーガですよ。なんかちょっとオーガちょっと変わったと思って、バイク知ってるか、絶対わからないでしょ。バイク知ってます、知らない。気使ってです、気使ってもらってくれる。そうですよ、なんかあった時にね、あの油断してるのがね、油断してるとこ見られるのが嫌ってことですね。すごい気にしちゃうんで、人目を。まあ二十歳ですから仕方ないですね。僕が二十歳の時なんかもう自衛隊にいたんですけど、その僕自衛隊見て今度サラリーマンして YouTube みたいな感じなんですけど、ちょうど二十歳ぐらいでずっと授与してました。すごい。じゃあ公務員ですか。僕公務員ですよ。うわー、公務員住宅住んでたんですか。バカにしてるよ。わかります、わかります、言ってることわかります。いやほんまあるんですよ。僕はサラリーマンでハイブリッドなんですけど、アイドルってまだ大変なことが言ってる人でコンビニでバイトしたって言い出す、急に、ね、やってみたいっていうのが嘘じゃないんで、あざといとかじゃないんで、ほんまにそういうのあるんですよね。公務員住宅はちょっといじりすぎやけどな。ちょっといじりすぎ。そんな言い方したことない。現役の公務員がそんな言い方したことないよ。そう、なんか中学の時に友達が公務員住宅に住んでるっていうのがすごい嬉しくて。あります、あります、はい、あの僕らはいわゆるキッチンの中に住んでたんですけど、結婚された年齢があるいった方はこういわゆる公務員の人だ。羨ましくて、すいません、こちらがエンペラブリアンです。すごい。あとわさびもお持ちするので、お好みでお塩とタレと、はい、ありがとうございます。これがもう一番ここでいいやつなんで、はい、油は大丈夫ですか、こんなに油ある。私大丈夫ですね。本当ですか。わさび、わさび好きなんですよ。え、強いですよね。こんなわさびあるんですか。取りすぎちゃう。取りすぎちゃう。あります。これはもう多分ここで釣ってる天然の、ね、すごい、はい、天然のやつ。硬くないですよ。で、はい、でそうですね。だから熱処理感がないとですね。そのアイで、はい、わさびだけでそんないじる？いや、そんなですか。はい、なんかシュンってやりたくなりますね。じゃあ水ビールだと同じ発想やそれ。超悪いやつ。俺シュンって指つくんだ。本当にこれですよ。絶対ダメですよそれ。大丈夫です。いやということで、ごめんなさい、なんか旅の最中あれなんですけど、いろいろ聞きましたので、週末もそんなことしてるということで、普通の二十歳の女性の一部もありながら、大人みたいにしっかりしてるとこあるみたいな、ちょっと僕らも見習わなあかんとこあるっすね。ほんとそうっすよね。芯しっかりしてますもんね。ほんま可愛いのに全然ブレないでしょ。でもなんかちょっとその SNS でもさ、この間の取材であったようにちょっと気にしてるみたいな、なんか大人の話もあったりとか、可愛いのもあったりみたいな、ね、マルチ、マルチや、マルマルチでいいんじゃないですか、ゲームから次から。そうします。はい、カッコで、カッコで、はい、俺が悪かったです。ごめんなさい。でも今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。裏でも全然変わんないですね。裏も表も、ね、本当ですか。え、本当ですか。僕が裏と表がちょっとありすぎるんで全然変わらへんもんな。ずっと変わるもんな。しっかりしてますよね、ずっと24時間1人の時以外はいつも演じてるみたいな感じですね。でも1人の時も変わんないですね。あ、そうなんですか。失礼いたします。あ、忘れとった。めっちゃ結構忘れてた。もうオフショットやる。忘れてた。あとこの後トラミスジの、まあ、なん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 、俺がいらんけどな。もうカメラ切ってるし、カメラ切ってるし、俺も言わんけど。これすごい美味しい。今日本当にありがとうございました。本当にありました。ありがとうございました。本当にありました。長いなと。またなんか面白い企画があれば、はい、なんかできればなみたいな感じで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今から終わる社長様の社長室に行くんですよ。その会社の社長、ドンキホーテです。普通に撮影して裁判したって面白くないじゃないですか。社長が言った一番効果もらってごらんって言って、見てよ、もうこれ本社ガチだ。緊張してさ、
落ち着かないですね。落ち着かない。すみません、なんか旅に待ってて。いや、申し訳ございません。こんな課長にちょっとなんか、フィッシュバッグいただいて、それをなんかね、わらしべみたいな感じで、こう、やったら、例えば、中に寝だろうとしに。うわっちょっと、そういうことじゃない。社長、それ、あんまり使われてないんだったら、欲しいっす。社長、ベンツください。いやいや、ラオさんがお願い聞いてくれるんだったらいいですよ。えー、え